チャンネル皆さんこんにちは、下川チャンネルの下野川です。ということで、本日1月21日、川さん31歳のお誕生日おめでとう。下もあと4ヶ月で31歳になります。あ、ちょっと待ってついに31歳。もうね、結構もういい大人なわけですよ。ということで、私からも今日は大人なプレゼントをご用意させていただきました。こちら、川さん31歳おめでとう記念31万円ちょっと待ってください。世の中に31万円福袋なんて中途半端な福袋ね、もう売ってなかったわけですよ。ってことで、まあ、カードラッシュでね、売ってた30万円福袋をもう見つけた瞬間、即買いしまして、あとの1万円分は、まあちょっとね、フィーチャリング、下ということでね、ご用意させていただきました。まあ私、下の方からは、よりすぐりの厳選されたものを詰め込んでおりますので、本日はこちらを楽しんで、川さんに開封していただきたいと思います。私、未だにまだ30すら受け入れてないから、あんま言わんといてほしい。8ヶ月経ったのに。もう全然受け入れてない。それでは、本日の主役、川さんに31万円福袋開けていただきたいと思います。1万円分ゴミでしょ。いやいやいや、ゴミじゃないよ。で、こっち側にこれがついてました。あらららららら。ちょっとラッシュがまだね。いや、まあまあ、そらね。星2。はい。これと。あ、これ普通の星。それは、カードラッシュのやつですね。これラッシュ。こう、シールのね、違いがございます。絶対これ。下シール星4で、こちらがあれ、これもそれ私関係ないから、ラッシュの星0じゃない。星ラッシュあるんや。珍しいな。で、めっちゃめちゃあれ、これはそれは私じゃない。てかもう私のやつ以上です。え、2つだけ。これも星ラッシュ。え、あ、30万円だった。星がない。あ、星ラッシュ。さすがに30万の中身知らんから。あ、星に星がない。で、あと金と格子柄。金が星3。明らかにボックスぐらい重たい正方形。星なし。これで合わせて計31万円福袋でございます。30万円とゴミ。あ、ゴミじゃないです。1万円分ね。1万円分の福袋。もうそれはゴミかな。ちょっと。入る。これは確か2000円、3000円ぐらいする。4枚ポケットの。お、すごい。あ、まあ開けていただいて。何も入ってなくない？何も入ってなくない？いや、大丈夫です。入ってますね。そちら出してみてください。あ、ちょっと閉めないで、ちょっと明らか QR コード。絶対に川さんが喜んでくれる大好きな人からの。 YouTube で開きますか。一番好きな YouTuber さんからの。待って、ほんま言ってる？大好きやろ。ちょっと待って、え、ほんま言ってる？ってことで、川さんが一番大好きなもう YouTube チャンネル、ポメラニアンちくわの日常さんからですね、川さんになんとお誕生日メッセージいただきました。ありがとうございます。ほんま言ってる？いや、そうなんです。川さんも毎日流してるでしょうと。更新されたら欠かさずもうダッシュで見るちくわの日常というね、ポメラニアンチャンネルがあるんですけれども、そちらのもう一回見てるよ。飼い主さんにご協力いただきまして、まあ、ちくちゃんお祝いしてくれました。え、知り合いとかじゃないの？いや、知り合いとかじゃなくて、本当にめちゃめちゃ震えながらDM しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともちくちゃんともどもに幸せな人生を送ってください。ただのファン。ということで、まあ一つ目はですね、もう今日30枚福袋なんかええねんけど。もうええねんけど。いや、大事にしまうな、急に。続いてしも。じゃあそれ以上のものってこと？なんて言うやろ、それ以上とかじゃないけども、そっちも相当川さんの好きなものです。それをこうスライドさせて。アーニャです。絶対10万逆や。そんなことない、そんなこと。そっちも喜んでもらえるから。アーニャの下にも入れます。ゴミとは言わんで、ゴミとは言わんけどさ、価値がさ。いや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 、それもアーニャも好きやろ、カオさん。あれ、下。くださいよ、下の数を読み上げてください。あ、ちょっと母さん、なんて書いてあったでしょう。アーニャのミュージカル見に来てくださいということで、どこ行った？ちょっと待って、どこ行った？あれ、用意してた紙どこ行った？こちらご覧ください。ミュージカルスパイファミリー、兵庫県立芸術文化センター、2023年4月13日13時開演、 S 席15000円2枚。ということで母さん、スパイファミリーのミュージカルのチケットです、取っておきました。絶対順番逆自分が見に行きたいだけやもん。いや母さん、スパイファミリーももう好きで、もうアニメ全部見てたでしょ。そのスパイファミリーのミュージカルの S 席チケットです。2枚あるんでね、私と見に行きましょう。はい、視聴者プレゼントします。いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。嬉しいよ、アーニャも連れてってほしい。そういうのしょうがない。あ、ごめんなさい。じゃあこのちっちゃいのから行かしてもらいます。星なし、古くない？え、多分そうやんな。いや、分からん。松本大先生、多分ワーホビの時じゃないかな。こんな星がない、これが。あ、スリーブ。あ、外銀がスリーブ。おお、高いやつや。絶版スリーブ2つ。多分ここだけで3、4万するんじゃない？当時600円とかで売ってたやつが。全然テンション上がらんとこ嘘ついてる。嘘やな。で、これめっちゃ軽い。でっけえスターかな。ありがとう。バルムエンペラーズオルゼギアのデッキケース。これマジックテープ式のダブルデッキケース。おー、ええなこれめっちゃある。茶箱がこれ、なんか紙が入ってる。封筒 QR そんなことある？いります。せーの、はい。あ、神宿のウォーター。ウォーター、ダークネス。ネイチャー。あー、じゃあ松本大先生セット。パーフェクトライト、光で、ジョーカーズや。 TJ で、その後ろがまあパーフェクトファイヤー。待って、後ろダークモンスターズや。おお、松本大先生パーフェクト呪文全部セットとダークマスターズのみ。まあ斎藤直樹先生の。何これ、何これだけ。次、正方形。多分ボックスではあるけど、多分こういうの両方とかじゃないと思う。多分海外版。違う、ごめんなさい。ドギラゴールデン VS ドルマゲドン X。 母さん、5円の量ね。めっちゃ重い。違うよ、今の方がちょっと内容量が少なくなっちゃったとか、そういう。ドルマゲドン X の禁止区はここに入ってる。あとドギラゴールデンとかボックスと残り2つ星なし。何やその形は。色紙ぐらいのサイズ感やけど。いきます。ああ、なるほど。何、ドルデッキや。はい、ドルバルブのエントリーデッキ。この形ね。この時もある意味スタートデッキって言っていいんかな。リプレイで見たことあるポジションのやつ。カビアって全部絶版。そう、全部今回。でそのサイズもさ、そっち系じゃないの。ラスト、星なしの帽子。黒が、何？デュエプレの三辺プレイマット。グレンのバージョンがこれ。グレンやね。この木の守護者グレン、当選書付き。おー、なるほど。確か一緒につき100枚ずつしか配ってない。デュエプレプレイマットのグレンバージョン。じゃあ星。残り星。今の時点結構。けどすごい。いやでもこの辺は軽いからシングルじゃないか。ああ、なるほど。星1。まあこれぞラッシュ。まあそうやね、星ですよね。ラッシュシリーズ。あ、やっぱここじゃない？おお、何？なるほど、合わせてきた。さっきのスリーブの、ごめんなさい、竜界外銀が。ライフボックス。ちゃんとウィザーズロがあるんで最終リンクじゃないですか。ああ、開けるね。これは外銀河が初めて出た時のやつってこと？そうやね、外銀河が目玉でダブルビクトリーやから、多分箱確定でもないはず。確か数箱に1枚で、その中でさらにカートン1とかで文字縮。じゃあ開けても外銀河入ってるかも。なってる竜界外銀河未開封ボックス。星にシルバー。タバコや。これシングル、いきます。さっきはこれに紙跡が入ってました。これ星がなんかスリーブ。ローダーが4枚。星が。ほんまや。4、3、2、1、星1いきます。せーの、はい。あー、エモーショナルハードコアの筋トレじゃん。筋トレ、大学福袋みんな筋トレや。続いて星2、星2いきます。せーの、はい。おー、ボルバレイト。おー、筋トレじゃん。星3、はい、いきます。そうなの。せーの、はい。あ、ラブラブ。あー、ラブ、なるほど。ラブの筋トレじゃん。え、でもラブの上ってさ、ほんまにラスト星4のスリーブからこちら。あ、ザーでかいかよ。あー、なるほど。まあラブとそこまで大差ないけど、まあ同格の筋トレじゃん。4枚セット、4枚セット。しかも全部高いところです。全員美少女です。はい。ちょっと待って、逆落ちしないよ。でラスト星3で、これだけ金放送。今のところどうやろな、現状。ちくちゃん動画で200万円分ぐらい。もうそれでいいやと、もう何でもいいやろね。何でもいい。ああ、最後の本当の30万円福袋、はい、ラストの茶箱がこちら。ああ、なんかローダーや。何オリジナル GP。あ、ちょっとごめん、変な声出た。グランプリフォースの、ベスト128位に入った人だけもらえるオリジャプロモ以上。31万円福袋、11万、安いな。17万、25万、安いよ。いや、すいません、30万払ってんねん。うちがや。うちがや。ありがとう。ということで本日はカワさん31歳記念31万円福袋を開封した結果、最高。最高。よかった。ちくちゃんでしょ。ちくちゃん。うちがプレゼントしたもので、多分歴代一喜んでもらえたかもしれない。歴代一やわ。という、まあ、川さんも大満足の31万円福袋開封、皆さんいかがだったでしょうか。ということでね、まあ、31歳になった川さん、そして、そんな川さんが大好きな、ちくわの日常チャンネルも皆さんぜひともよろしくお願いいたします。ということで、本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方、ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでしたー。ちくちゃんのショートがいい。そうやねん。子犬の時のちくちゃんも面白い。夜中光ってるもんいい。めっちゃ語るやん。カード以上に語るな。